ごめん、邪魔をしちゃったかな。いいよ、お昼にまた来る。あと今週末なんだけど、もし時間があったら商店街に新しくできたっていうシアターに行ってみない？実は無料チケットをもらったんだ。けど映画は見たいものだけ見に行く派だし、シアター自体には実は興味はないんだ。だから君を誘いに来たんだ。君と僕が主役の映画を見てみたいからね。そうだな。普段からフロンティアサイエンス関連の雑誌を読んでいるけど、そういった研究にまつわる記事は実は読んだことがないんだ。だから信じるというよりも興味本位かな。確かに君の言う通りかもしれない。でも気になるんだ。僕たちが主役の物語がどんな映画になるのか。正直に言えば、僕は君が登場する映画を見てみたいんだ。もしかして君は乗り気じゃない？それなら無理にとは言わないけど。じゃあ約束だよ。週末迎えに行くから。僕もこの後講義があるんだ。また後で。今晩はお二人の貸し切りとなっております。どうぞごゆっくりとお楽しみください。なお、当施設のお飲み物はすべて無料でございます。チケットに含まれるサービスですので、よろしければご利用ください。本日は貸し切りですので、どのような映画でもご鑑賞いただけます。また、
併設されているレストランと休憩ルームもいつでもご利用いただけます。この新しい技術を試したいんです。僕たちが登場人物になる映画なんですよね。ぜひこの映画を体験させてください。かしこまりました。新技術を用いたこちらの映画ももちろん本日のチケットでご利用いただくことが可能です。同じ映画をお二人で共有することも可能ですが、本日はいかがなさいますか？同じ映画にしてください。承知いたしました。それではこちらで少々お待ちください。あなたの潜在意識が紡ぎ出す特別な VR 映画か。なんだかミルクティー屋さんがつけたような言いにくいキャッチフレーズだけど、僕は好きだな。潜在意識ということは、つまり夢みたいなものだよね。夢はもともと個人のものだけど、ここでなら二人で夢を共有できる、その概念が好きなんだ。ここにいる。ロタス教官、ファーストダンスが間もなく始まります。準備はよろしいでしょうか？敬礼はよしなさい。今日は君たちの卒業パーティーなんだから。今夜の僕たちは星明かりの下で舞う踊り手に過ぎない。ロタス教官、間もなくパーティーが始まります。会場の中央へお願いします。
僕たちの卒業パーティーでも流れた曲だからね。あの時もたくさん練習したっけ。あれからファーストダンスはこの曲が恒例になったんだ。僕のパートナーは君しかいないよ。君にはダンスの練習をする時間なんてほとんどないだろうけどね。疲れた？パーティーには毎年参加しているけど、昼間が忙しすぎるから大変だよね。そうだね。君と会える時間は僕にとっても大切だよ。直してあげる。あ、ここにいたのですね、ロタツ教官。一つお伺いしたいことがあります。僕にではなく艦長に質問したいんだろ。遠慮せず尋ねてみるといい。ロタツ教官、ありがとうございます。最後に一つよろしいでしょうか。卒業したら私も第9艦隊に入りたいのです。私の専攻は材料工学です。より強固に様々な危険に対応できるように戦艦の空間設計を改善できます。なるほど、それが今日の本題というわけか。ありがとうございます。頑張ります。艦長、小型戦闘機の操縦免許を取得したのですが、現在第9艦隊でパイロットの募集はありますか？第9艦隊に所属させてください。予備隊員でも構いません。艦長、サインをいただけませんか？7分か。
今日のパーティーで君と二人きりになれた時間だよ。たったの7分だった。こんな時代では僕たちに選択肢なんてないよ。少しでも君の負担を減らしたいんだ。僕が育てた生徒なら君の艦隊に配属されても指導しやすいんじゃないかと思ってね。リサーチ認証完了しました。リサーチ内容を入力してください。ここ数日、君がこっちで過ごしたのは第9艦隊の艦長として講演を行うためだったね。一日中仕事をして、夜はダンスの相手までしてくれたんだ。今日くらいは早めに休眠ポットに入った方がいいんじゃない？記録された予定を確認しました。君と交わした約束はいつでも有効です。もともとの予定だと次の目的地は展望室だよ。この時間なら展望室には誰もいないはずだよ。
この星空は僕たちだけの景色だから。君がどこまで行こうと、僕の心はずっとここにある。どうかそのことを忘れないで。小さい頃から僕は星を見ることが好きだったんだ。やがてセントセシルという場所で一緒に星を見上げてくれる人ができた。彼女はずっとそばにいてくれた。星空の下から星の海まで。この人生で誰より大切な人だ。セントセシルにいた頃から僕の時間は君のものだ。ピッ、予約が完了しました。君に付き添って四季折々の星を見るよ。ずっと一緒に。